似合ってるよ。いいです。かっこいい。来ました。はい、この黄色い靴。ゆるきじゃん、ゆるきじゃん。ゆるき。メイの初サッカー観戦が神戸対韓国です。テレビではめっちゃ見てて、ね、全然違うんだろうなと思って。ね、黄色の蛍光の靴がゆるき。黄色の蛍光の靴、いつもそれで見つけてるから。すぐ、ゆるき、ゆるき、ゆるき交代しちゃうのとか言うの。埼玉スタジアム着きました。初めてのサイスタ。礼儀正しいね。ユニフォーム買ってくれました。買いましたけど、今日はメイに来てもらいます。絶対似合う、メイが。本当？ね、うん、かわいいよね。うん、ゆるきベンチ。何人まで入れ替えれる？何人までだっけ？ 4 人、3、4、5らへんだった気がする。いろいろ嬉しいもん、もうベンチ？いると思う、ゆるきも。え、あれってあれは10番いる？いない？大阪いない？大阪いない、ベンチ替え。え、イニエスタもベンチ替え？イニエスタもいないじゃん。え、待って、マジ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 、イニエスタ見れないんすか？イニエスタ見れないっすね。似合ってるよ、見てて。あー、かわいい。着きました。ねえ、めっちゃ似合ってるで、神戸の服。もういっぱい撮りな。かっこいいね。手あげた。もうアイドルなんよ、サッカー選手じゃなくて。ムゴシャ、ムゴシャ、ムゴシャ、何が教えろ。16分、解説お願いします。まあ、パッと見た感じちょっと押されてるなっていう印象はあるんですけど、まあ、小田選手が何回かいい動きしたので、コーナーキックとかチャンス作れてるかなっていう印象です。まあ、そうですね、あの神戸に対して韓国はちょっと初速が早いチームかなっていう印象があるので、そこに押されないようにしていきたいなと。いい実況ですね。なんて言ってんだろう、なんて言ってんだろう。あれそれかな、あれそれやでって言って、あれこれやで、あれこれやで。それ神戸やで。はい、今前半終わりました。どうですか、初めてのサッカーは。前半終わったら 0-0 ですけど、なんか最初韓国の調子が良くて押されてるのかなって思ってたんですけど、はいはいはい、韓国側も結構手こずってた部分あって、はいはいはい、特にまあ折り返したあたりからこうチャンスも少なくなってきたのかなっていうので、はいはい、まあ、最初押されてる状況あったので不安だったんですけど、はい、まあ、だんだんこう上がってきてる印象あったので、はい、まあ、神戸側も持ち直してなんとか抑えられたんじゃないかなって思って、はい、まあ、後半は天然期待したいので、まあぜひともゆるき選手を出してみたらいいです。はい、メイが監督だったら出す。いや、もう最初から出しますよ。ゆるき一人みたいな。絶対ゆるきみたいな。絶対ゆるき。それでも勝っちゃいますかね。勝っちゃいます。さすがゆるきさんですね。じゃあ、ゆるきがメイのこと見た日に見せて。これこれこれ。はい、この黄色い靴。これ練習のやつね。あ、行っちゃった。見た今の撮った撮れた、これ行っちゃったの後の笑顔の後
はい、バッチリ目が合いました。見てない。見てる。見てこうだと思う。見てない。絶対見たって。しかも見て、ここハート型。誰？ここハローをこなさい。可愛くない？あー、行っちゃった。ニコッとしてねえねえ。はい、後半始まります。うわ、早い。いいの選手。ね、モニターに抜かれたんですよ、僕たち。どこだ？え、どこだ？正面だよ。あ、あっちだ。え、あ、かっこいい。来ました。見たかった選手来たね。誰？おい、ない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 誰誰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 誰。やったー、ゆるき決めたよ、めい。めいのおかげや。かっこよすぎやろって言う。1点だろ、めい。私だけ好きにさせるわけだから。うん、やばい、やばい。ここ周り、俺しか立ってなかったよ。俺しか立ってなかった。ちょっとなんと、2分ぐらいで誰もいなかったもんね。誰もいなかったね。まあ、うまかったね。こっからこっから。うわぁ、気がつくる。ゆき、延長前半終わってシリーで負けてます。いやぁ、いいヘディングだったな、あの9番。またね、出てほしいね、いつか。また見たい。はい、面白かったね。1日に2試合も見れるなんてレアだからね。また神戸の試合見に行こうね。次は勝てるようにね。パワー送り足りなかったね。じゃあねー、バイバーイ。また来ます。次は勝利の女神となるのか。Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well,